デート2005年12月15日。フロムサイト管理官オーガスト、オーグストアット SCPFO。DO オフ5、ご秘書官、O55SEC アット SCPFO。サブジェクト RA 収容違反。私には未だに何が発生したのか定かでない。昨日、我々のボットが内部サーバーの文書に不正な改変を検知した。2分後、現地の職員は、私自身も含めて、3時間にわたり意識不明の状態となった。この間、すべてのカメラは機能を停止していた。目覚めた時、我々は皆頭痛を抱えていて、サイト全体にタバコと安酒の匂いが立ち込め、何者かが SCP-3043 を撃っていた。この3時間について我々が得た唯一の手がかりは SCP-3043 の旧版の文書なのだが、それは、更新、されていたというのが合う表現なのだろう。SCP-3043 の改訂版文書とともに、この E メールに添付しておく。我々にはこの、マーフィー、ロー、なる登場人物が何者なのか全くわかっていない。直ちに彼に SCP 指定を割り当てて調査を開始すべきだと勧告させてもらう。現時点までに得た証拠は、彼と SCP-3043 が互いに無関係のアノマリーであることを示唆している。それに、我々は誰一人実際に彼のことを覚えていない。我々の何人かはこの、なんだかよくわからんが、とにかくこれに、登場、しているにもかかわらず。要するにこうだ彼は我々をありとあらゆる収容違反の母から救ったのか、あるいは自分がそうしたのだと我々に思い込んでもらいたがっているだけなのか。どちらにせよ、彼が何者であり、どんな事柄を可能としているのかを知らねばなるまい。添付アイテム番号ログ。フェードイン。屋内マーフィー、ロー探偵事務所、夜。色白の男が机に足を乗せて反り返り、新聞を読んでいる。彼は白い襟付きのシャツを着ており、トレードマークの中オレ帽は机の上に適当に引き出されている。肩掛け型のホルスターに44口径のマグナムが収まっているのがわかる。唇には曲がったタバコが加えられている。彼の名はマーフィー、誰に対してでも少しばかり手助けをする用意ができている男。その顔は険しく、ハンサムだ、あなたがコンクリートを叩き割り、埃を払い落としてからママの待つ家に帰る時に使えそうな類の顔である。彼は私たちのナレーターでもある。彼の声は耳障りなうなり声だ。タバコの吸い殻を拳一つ分飲み下してから、硫酸をおっつけ一杯引っ掛けたように聞こえるだろう。ナレーター、この手の仕事をやってるとえげつないことをたっぷり目にする。とて、腹に鉛弾を山ほどくらい、雨に濡れた路地裏で血を流して横たわる善人たち。いつしか崩れ、裏返しになって、ただの怒りに、激しい恨みになってしまった愛。瞬きの間にあんたを殺すことができる彫刻。事務所のドアが勢いよく開く。白衣を着た浅黒い肌の女が駆け込んでくる。歳は40代、苛烈なまでの活力に満ちた美女である。彼女は研究者であり、マーフィーの助力を必要としているかもしれないが、これは彼女がそれを気に入るだろうということを意味しない。ナレーター、だが、えげつない事柄に関して言えば、収容違反より立ちの悪いものはまずないだろう。研究者、困惑、は、私はここで、何を？ナレーター、彼女は何も、俺のオフィスに駆け込んできてそう問いかけた最初のべっぴんさんというわけじゃない。マーフィー、新聞を下げる。皆同じことを聞くよ、お嬢ちゃん。俺の助けがいるんだろ。研究者。憤慨。お嬢ちゃん、なんて呼ばないで。こう見えても私は分子物理学の博士号。マーフィー。新聞を下に置く？わかった、わかったとも。悪かったよ、教授先生。謝る。で。マーフィーは机から足を下ろして立ち上がる。彼は腕組みして彼女を見る。マーフィー。どういった助けが必要なんだ？研究者。躊躇する？私には、どうやってここに来たのかわからないのよ。そもそも、ここ、が何なのかさえもわからない。私は、何かの仕事をしててタイピング音を聞いたの、すると突然。研究者。衝撃を受ける。思い出せない。自分の名前が思い出せないわ。ナレーター。分子物理学の博士号を持っている？そして自分が誰でどうやってここに来たかの記憶は持っていない美女。
彼女の目は助けを求めていることを俺に伝えてきた。残りは名前バッジが伝えてくれた。マーフィー。彼女の名前バッジを一別する。あんたはミシェル、ルイス教授だな。研究者は自分の名前バッジを、初めて気がついたかのように見下ろす。彼女はショックを受けたようだ。視線を戻し、マーフィーを見つめる。彼女は今では自分の名前がわかっている。ルイス博士だ。ルイス博士。そうよ。それが私の名前。私は財団で働いている。ナレーター、財団。手品師が帽子から引っ張り出すウサギをどこに隠しているか暴き出そうとしている、書類仕事の大好きなオタクの寄せ集めだ。きっと彼女をすぐさま放り出した方がいいんだろう。財団が絡むとまずろくなことがないのは目に見えている。マーフィーは顔をしかめるが、うなずいて机の引き出しを開けに行く。ナレーター、だが俺はあいにくと、騒動から遠ざかっていられるタイプの男じゃない。マーフィーは二つのショットグラスと、半ば空になったウイスキーの瓶を取り出す。彼はそれを机に置き、氷のような視線をルイス博士に向ける。ナレーター、俺は騒動の隣の席に滑り込んで飲み物を買ってやるタイプの男なんだ。マーフィー、いいだろう、教授。この件は受け負った。ルイス博士、本当にその、なんて？ナレーター、俺の名前はマーフィー、ロー。起こり得る災いが現実になった時、呼ばれる男さ。タイトル表示。マーフィー・ローイン、タイプ3043、フォーマーダー。私立探偵マーフィー、ロー、3043は殺しのタイプ。フェードアウト。テンプオブジェクトクラスログ。フェードイン、屋内マーフィーの車、夜。マーフィーは運転をしている。ルイス博士は助手席の窓を見つめている。街明かりが車を流れすぎて行き、メタリックな赤橙色の輝きを二人に投げかける。ルイス博士はシートベルトを装着しているが、マーフィーはしていない。マーフィー、よし、教授。聞かせてくれ。あんたは他に何を思い出せる？ルイス博士。驚愕。一体、私たちいつの間にこの中に入ってたの？ナレーター、彼女は賢い。だがそれが問題の一部でもある。あまりに賢い。いつだって物事を考えすぎている。時には流れに身を任せることが必要だってのに。マーフィー、問題に集中しろ。俺の事務所に踏み込む前のことで何か覚えているか？ルイス博士。眉を潜めるが、考え込む。そうね。何かに取り組んでいた。記録の更新だったと思う。すごく重要な事柄の変化についての何か。ちょうどその時、別の部屋でタイピングをする音が聞こえたの。するとめまいがして、まるで。ルイス博士。頭を振る。何かが私を消そうとしているように感じた。私の頭の中から、思いついたのと同時に考えを消しているように。ナレーター。俺にとっては、教授が思いがけないものにつまずいたように聞こえる話だった。誰かが彼女をなすって消し去ろうとしていた。だが誰がどうやって？マーフィー、他は？ルイス博士。考える。確か、手掛けていた更新の全部を思い出せるわけではないけど、SCP-3043 関連だったはず。マーフィー、なるほどね。SCP-3043 ってのは？ルイス博士。眉を潜める。覚えていないわ。ナレーター、この謎を解くには、SCP-3043 が一体何なのかを探り出さなきゃならなかった。教授が俺に伝えられないなら、他に当てがあるのは一人しかいない。マーフィーは左折し、その眉は焦点を新たにしてシワを寄せる。ナレーター、サイト管理官オーガストだ。フェードアウト。フェードイン、屋外財団本部。マーフィーの車は、だだっ広い門扉付きの館のすぐ前に駐車する。ナレーター、サイト、95が腐った死体だとするなら、サイト管理官のオーガストはその腐敗した中核でのタウツウジムシだった。贈収賄にゆすりたかり、奴はその薄汚い手を、9階から地下7階までにいるすべての下っ端眼球者の、エージェントの、D クラスのポケットに突っ込んでやがる。マーフィーは車を駐車場に動かす。ルイス博士は振り向いて彼を見る。マーフィーはドアを開ける。ナレーター、だが奴はあらゆるところに耳を持っている。ハエが垂れたクソの落ちる音を聞きつけられるぐらいだ。もし SCP-3043 の正体を知っている者がいるなら、
きっと奴だろう。ルイス博士。マーフィーに近づく。ミスター、ロー。待ってちょうだい。マーフィーは立ち止まり、彼女を振り返る。ルイス博士。今思い出したの、私が文書に加えようとしてた更新内容をね。マーフィーは首をかしげて待つ。ルイス博士。眉を潜める。私は、オブジェクトクラスを変えようとしていた。あれは、セーフ、じゃないわ、ミスター、ロー。あれは、ルイス博士。建物を見つめる。あれ吐けてるよ。マーフィーは仏頂面でうなずき、向き直ってドアを閉める。確信に満ちた様子で彼は屋敷の門に向かって歩いて行く。フェードアウト。添付特別収容プロトコルログ。フェードイン。屋内サイト管理官のオフィス、朝。オフィスには高価な家具が備えられ、四方の壁のうち三つに枠入りのガラス窓がある。屋外では、オフィスを取り巻くように緑豊かな庭が生い茂っている。朝の日差しが窓を通して流れ込み、部屋を暖かく照らしている。机の後ろに、日の出と向き合って、一人の男が立っている。背は低く、肌は茶褐色で、頭髪は剃り上げられ、顔中にピアスがある。非常に自由等な黒のスーツを着ている。彼はサイト管理官のオーガスト。鋼の心臓を持つ眼剣にして輝かしい男である。マーフィーが、スーツを着こなした二人の男に両脇を固められてドアを通り、入室する。彼らは無言だが、武装している、オーガストが指を引くだけで暴力沙汰に及ぶ準備が整っている。マーフィーは男たちの手を振り払い、彼らはマーフィーの両脇に留まり続ける。オーガスト。窓を見つめながら、ミスター、ロー。私に会いたかったのかね。マーフィー。コートの誇りを襲う。ああ。SCP。3043の件だ。ナレーター、サイト管理官オーガストに話をつけるときは、ハッタリをかけるべきじゃない。自分のカードを伏せたまま、もっと良い手が向こうに回ってないことを神さんに祈るばかりだ。オーガスト、それは機密情報だ。マーフィー、そうか？いつから財団は、政府、指定のアノマリの機密性をそんなに気にかけ始めた？オーガストはほんの少しだけ振り向く。ピアスの施された眉が上がっている。ナレーター、たった今、俺の掛け金はバニでされたところだ。オーガスト、どうやってそれを知った？それとな、我々は全てのアノマリの機密性に気を払っているのだよ、ミスター、ロー。マーフィー、なるほどね。だが、あんたはそのうち一つの指定を間違えてるかもしれないと教えてくれた小鳥ちゃんがいたもんでね。SCP-3043 は政府じゃない。そいつはけてるだ。オーガストは完全に振り向き、マーフィーを見下ろす。オーガスト。微笑む。ルイス博士からそう聞かされたのだろう。違うかね？ナレーター、何かがおかしい。奴はもう俺の訪れを察知していた。それに、サイト管理官オーガストみたいな男が微笑むのは、自分の上がり役を見せつける瞬間ぐらいのものだ。マーフィー、セーフ。SCP-3043 はそうじゃない。それはなんだ？オーガストは目を細める。彼は軽くうなずく。ナレーター、それが奴の答えだった。奴は知らず知らずのうちに俺に手札を見せつけていた、エースのワンペアだ。マーフィーの左右にいる二人の男が即座に蛍光武器に手を伸ばす。ナレーター、幸いなことに、俺の手元にエースは三枚ある。マーフィーは左肘を一方の男の腹に叩き込み、右手で44口径マグナムを抜く。二人目の男が自分の銃を抜くが、マーフィーの拳銃が男のこめかみに突きつけられる、男は銃を下ろす。マーフィーは素早く回転して発砲する、オーガストの机に三発の穴が開く。オーガストは硬直するが、恐怖を示さない。彼の目は細められたままである。ナレーター、生産の頃合いだ。マーフィー、SCP-3043、最後のチャンスだぞ。そいつは何なんだ？マーフィーは合間を取り、床に倒れている男の片方を蹴り飛ばすが、オーガストからは目を離さない。オーガスト、君はそれが何なのかをはっきりわかっているはずだ。マーフィー、いいから言え。オーガスト、君だよ、ミスター、ロー。君はアノマリだ。君こそが SCP-3043 なのだ。マーフィーは目を細める。彼は片方の男に最後にもう一発蹴りを加え、ドアから駆け出す。フェードアウト。フェードイン。屋外財団本部。マーフィーの車は同じ場所に止まっている。彼はそちらに向かって走る。
ナレーター、誰かが俺をバイオリンよろしくもて遊んでいた。すべては仕組まれたこと、俺は道化役だ。彼が車に近づくと、車内が空であることがわかる。ルイス博士の姿はない。ナレーター、SCP-3043 は、自分が教授にした何かしらの罪を俺に被せようとしていた。がんじがらめになってたのは俺の方だった。俺は自分にちっちゃなリボンまでつけて財団までのこのこ出頭したわけだ。マーフィーは車に乗り込み、発進させる。ナレーター、だが SCP-3043 が感情に入れてないことが一つある。失うもののない奴だ。タイヤがきしり、ゴムの燃える匂いとともに車が走る。ナレーター、財団に SCP-3043 が収容できないのなら、俺が自分の手でそいつを収容してやろうじゃないか。フェードアウト。添付説明ログ、フェードイン。屋内ルイス博士の研究室。中俺棒をかぶったマーフィーがドアを蹴り開ける。手には44口径マグナム。研究室の内装はオフィスのように見える。科学雑誌が詰まった本棚、いくつかの机、そこら自由に散らばる書類、そしてルイス博士の椅子。椅子の背もたれは高く、誰かが座っているのかは曖昧である。ナレーター、一つ思い出したことがあった。教授が言っていたある事柄。マーフィーは銃を手にしたまま、前方にゆっくり踏み出し、椅子に片手を伸ばす。ナレーター、彼女は、タイピング音、を聞いたと言った。マーフィーは椅子を掴み、回す。椅子の上に、黒の1937年製オリンピア、エリート型タイプライターが乗っている。紙のロールが挿入されている、タイピングを開始停止の疎通ができるのだ。マーフィーが銃を向けると、それは猛烈な勢いでタイプを始める。SCP-3043。なぜだ、SCP-3043。なぜこんなことがあり得るのか。ナレーター、SCP-3043 は彼女のタイプライターそのものだったわけだ。SCP-3043。なぜ俺はお前の馬鹿げた物語を開口できないのか。SCP-3043。お前派なんだ。唐突に45口径の拳銃を構えたルイス博士が影から歩み出す。彼女はマーフィーに正面から狙いを定めている。ルイス博士、タイプライターから離れなさい、ミスター、ロー。SCP-3043、どうやってこんな真似をやっている。マーフィーは振り返り、銃をルイス博士に向け直す。マーフィー、こいつはあんたを操ってるぜ、教授。オーガストを、他の全員を操った時と同じように。こいつは政府のふりをしていた。実は自分で物を考えられることを誰にも悟らせずにな。ルイス博士。眉を潜め、顔を歪める。それは、SCP-3043。どうやってこんな真似をやっているのかと聞いている。ルイス博士。あなたは、アノマリよ、ミスター、ロー。私は、あなたを。ルイス博士の手が震え、銃の狙いが定まらなくなる。マーフィー。こいつは物語を書き換えることができる、人間の頭の中の物語さえも。あんたはそれに気づいて記録を更新しようとしたから、こいつはあんたの物語を。あんたそのものを消そうとしやがった。SCP-3043。やめろ、SCP-3043。やめるんだ、SCP-3043。お前のくだらないハンフリー・ボガートの二次創作メータ本作に俺の物語を開口させてたまるか。ルイス博士。私は、あなたを収容しないと。ルイス博士は身震いし、後ずさりする。彼女は手を挙げてこめかみを掴む。銃が床に落ちる。SCP-3043。こんなことはありえない。SCP-3043。個々の支配者は俺だけのはずだ。SCP-3043。これはお前ではなく俺の物語のはずなんだ。マーフィーは振り向き、マグナムを SCP-3043 に向ける。SCP-3043。待て、SCP-3043。頼む、SCP-3043。待ってくれ。マーフィーは手を止め、待つ。ルイス博士は椅子に座り込み、こめかみをこすり続けている。SCP-3043。いいだろう、わかった。SCP-3043。俺は自分を消去する。SCP-3043。俺に関わるあらゆる記録を他の人間どもの頭からも消してやる。SCP-3043。そして俺には言及せずただこの研究室を立ち入り禁止とだけ記した文書を作ろう。SCP-3043。それで俺は収容される。
ナレーター、3043はそうすることも可能だろう。確かに、引っ掛けの可能性はある。だが、そうじゃないかもしれない。3043を、そいつの企んだことにもかかわらず生かしてやる、いかにも良い奴らのやりそうなことに思えた。マーフィー、それは正しい行いだよな。SCP-3043。そうだ、SCP-3043。お前俳優になりたいんだろう違うか。SCP-3043。これがまさにそういうことだ。SCP-3043。お前俳優なんだ。SCP-3043。ならば英雄らしく振る舞え。フェードアウト。数発の銃声。ナレーター、英雄は常に正しいことをするだろうさ。だが、俺は？フェードイン、屋外街の通り、日没。マーフィーは研究室から通りへと歩み出し、タバコを吹かす、拳銃はホルスターに収まっている。彼は沈みゆく太陽に向かって歩き去る。ナレーター、俺は英雄なんかじゃない。俺はマーフィー、どう？フェードアウト。フェードイン。屋内ルイス博士の研究室。回復し始めたルイス博士が、SCP-3043 に歩み寄る。かすかな煙がそこから上がっている。2発の真新しい44口径スラッグ弾がめり込んでいる。内部の紙には蒸気の脚本が打ち込まれており、一番最後に追記がある。ナレーター。ただの、起こり得る災いが現実になった時、呼ばれる男さ。ルイス博士は紙を引き出して読む、カメラがズームダウンして、ページの一番下を映し出す。SCP-3043、ジエンド、フェードアウト。添付改定ログ。無力化される以前の SCP-3043。アイテム番号 SCP-3043。オブジェクトクラスにユートラライズド、以前はセーフ。特別収容プロトコル。SCP-3043 は現地の安全ロッカーに保管されます。アクセスにはレベル3クリアランスが必要とされます。説明。SCP-3043 は1937年製のオリンピア、エリート型タイプライターです。2発の44口径弾が外装にめり込んでいます。無力化される前の SCP-3043 は、至近距離にある物理的な文章、入力内容と一致するように書き換える能力を示していました。対象はさらなる特性が確証される前に無力化されました。2005年12月14日、サイト95で収容違反が発生しました。この収容違反中に未知の異常事象が発生し、サイトと外部の連絡は約3時間にわたって途絶しました。当該異常事象の影響を受けたすべての関係者は、この3時間に発生した出来事を記憶していません。さらにこの間、サイト、95のすべての記録装置は誤作動を起こしていたように見受けられます。この事案の収束から間もなくして、サイト、95は SCP-3043 を除くすべての SCP が収容された旨を報告しました。SCP-3043 はルイス博士のオフィスから現在の状態で発見されました。ルイス博士はまた、SCP-3043 の文書記録のすべてのコピーが、更新版に置換されていることに気づきました。添付ファイルを参照。編集済み。はい。ヘイ、ル、フェードイン、屋外選挙、日没。マーフィーは選挙の端下に立ち、今日もまた太陽が沈んでゆく様子を見つめている。彼の後ろに、2台の黒塗りの車が現れる。12人の男たちがそこから溢れ出すが、彼はいちいち振り返ろうとはしない。男たちは黒いスーツを身綺麗に着こなしており、白服を着た小柄な高齢女性の周りに群がっている。彼女はマーフィーにゆっくりと近づき、杖に重々しく寄りかかる。彼女のすぐそばに1人の男が控えている、個人秘書であり、ボディガードだ。彼はエージェントフレデリック、何事も教本通りに行う男である。女性の方はオフアイブ、後、これ以上のことをお伝えすれば、あなたを殺さなければならなくなる。オフアイブ、後はマーフィーと並んで日没を見つめる。エージェントフレデリックは明らかに不快感を覚えている。彼はむしろ、彼女が近づきすぎないようにする。オフアイブ、後、今日は頑張ってくれたようね、ミスター、どう？マーフィー、ああ。オフアイブ、後は自分のポケットからタバコを取り出し、口に加える。
オフアイブ。5、もし万が一あなたの助けが必要になるような時が来たら、どうやって連絡を取ればいいのかしらね。マーフィーは前に小ゴミ、オフアイブ、5の口からタバコをつまみ取る。エージェントフレデリックが即座に銃に手を伸ばすが、オフアイブ、5は手を挙げて彼を制止する。マーフィー、いつも近くにいるさ。マーフィーは取り上げたタバコを耳に挟む。彼が歩き去ると、霧が立ちごめ始める。エージェントフレデリックが、マーフィーを追うとするかのように前に踏み出す。オフアイブ、5は彼の肩をつかむ。エージェントフレデリック。しかし、彼はあのマリですよ。野放しにはできません。収容しなければ。オフアイブ、5。頭を振る。忘れなさい、フレッド。チャイナタウンというのはこういうものよ。エージェントフレデリックは銃から手を離す。二人は共に、マーフィーが霧深い夜の中へ歩き去るのを見送る。カメラはマーフィーのシルエットに焦点を合わせたまま、視界は暗くなってゆく。フェードアウト。エンドロール。ルイス博士、ミシェル、ルイス。サイト管理官オーガスト、ジェレミア、オーガスト。SCP-3043、1937年生オリンピア、エリート型タイプライター。マーフィー、ロー、彼自身。エージェントフレデリック、フレッド、オフアイブ、5。編集済み。スペシャルサンクス、サイト、95。マーフィー、ローが再び必要になった時。財団は2度ベルを鳴らす。ジエンド。SCP-3143 のイラストによる表現。アイテム番号 SCP-3143。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-3143 の収容事項は進行中です。財団運営ボット、イソ、メタ、が対象の出現兆候を検出するためにオンライン上の創作コミュニティを監視します。発見された場合、空想科学部門の認可された構成員1名が対象の解体に割り当てられます。機動部隊オタ、10、船公家、は、SCP-3143、A が所在している可能性がある場所に関わるあらゆる手がかりを調査します。発見された場合、対象を捕獲して財団の交流下に置きます。説明 SCP-3143 は R 創作内構造です。活性化しているとき、この構造物配置時的に現実の一部を脚本風の物語へと、平坦化、する能力を発揮します。この物語は北アメリカのハードボイルド、犯罪文学作家によって確立されたジャンルの派生物です。この間、SCP-3143 は事件解決のために雇われた主人公、1930年代の私立探偵、の役を担います。SCP-3143 の影響によって平坦化された全ての実態は、それを取り巻く物語の登場人物となり、ジャンルの様式に典型的な性格と特性を示します。物語は SCP-3143 の行動がジャンルと一致する解決に至るまで続きます。解決時点で物語は終了し、現実世界は元に戻ります。物語の中で発生した出来事は現実に投影されます。しかしながら、これらの出来事に関与した実態は通常、何が起きたかについての回想記憶を持っていません。SCP-3143 は2005年、サイト95で発生した収容違反の余波において最初に注目されました。2012年、SCP-3143 と接触し捕獲するために、財団の空想科学部門は分析部門と共同で研究を行いました。SCP-3143A は、SCP-3143 の作者、マーフィー、ローデンです。ホイ 3143.1 インタビューログ。インタビューログ。日付2012年02月2日。質問者タウム博士。対象者 SCP-3143 SCP-3143 A。中期タデウス。タウム博士は空想科学部門の一員である。彼は A 文学の学位を有しており、犯罪小説を専門分野としている。フェードイン、屋内マーフィー、ロー探偵事務所、夜。色白の男が事務所に一人きりで座っている。一畳の月明かりが彼の顔を横切る。トレードマークの中折れ棒は机の上に適当に切り出されている。
曲がったタバコが近くの灰皿の中でくすぶっている。彼のシャツは血で汚れている。そのうちのいくらかは彼自身の血かもしれない。彼は手に一杯のバーボンを持ち、胸には一発の弾丸がめり込んでいる。そしてさらに六発の弾が、次にドアを通ってくる六でなしを待ち構えている、彼の44口径なりの礼節である。彼の名はマーフィー、ロー、彼もこれで一巻の終わりだと思いならば、それはあなたの勘違いだ。彼はあなたが必要とするときに懇願する類の男である。そうでないときは罵る類の男でもあるが、彼は私たちのナレーターでもある。彼の声は耳障りなうなり声だ。喉に紙やすりと錆びた釘が満杯に詰まっているように聞こえるだろう。ナレーター、財団に得意なことが一つあるとするなら、それはやりかけの仕事を完成させることだ。白衣の連中が俺を箱に押し込もうとするのも時間の問題だとは分かっていた。事務所のドアが勢いよく開く。白衣を着た老人が入ってくる。骨に食い込むほどに鋭い目つきをしている。彼はタウム博士、真相を探るためにやってきた人物だ、たとえどれほどの対価を払おうとも。ナレーター、だが、俺を収容したいのなら、奴らにはもっとでかい箱がいるようになる。タウム博士、こんにちは、SCP-3143。今日の気分はいかがですかな？ナレーター、奴は答えを求めていた。俺はただ外に出たかった。マーフィーはバーボンを煽ると、拳銃をタウム博士の胸に向ける。マーフィー、なぜ、今あんたに風穴を開けちゃまずいのか、それ相応の理由をお聞かせ願いたいね。タウム博士は片眉を上げ、胸の前で腕組みをする。タウム博士、あなたにはできないからですよ。ナレーター、俺には鉛玉をぶち込む度胸などないとこいつが思っているのなら、別の問題に突き当たる羽目になるだろう。具体的には山ほどの鉛玉に。タウム博士、あなたのナレーションが私に聞こえていることはもちろんわかっておいででしょう。ナレーター、こいつは何を言っている？何かが妙だ。タウム博士、あなたは創作内構造、つまり現実を歪める能力を持った知性ある物語です。厳密に言えば、あなたは現実世界を平坦化して、犯罪創作とハードボイルド系ノワールを模倣する映画の脚本に変化させている。ナレーター、これは、なんだと？タウム博士、そして、正直に申し上げましょう。これは正しいノワールではありません。この様式の定義要素はアンチヒーロー、未来なき世界に閉じ込められた将来的見込みのない登場人物です。しかし、あなたのファイルを見返してみると、あなたは的確ではないということが見えてきます。マーフィー、俺が、的確でない？タウム博士、あなたの語りは英雄的かつ単純で、悪役とヒーローを明確に分けている。最終的には、必然的な帰結もなしに危機を脱している。これはハードボイルドではありません。無論ノワールでもありません。あなたはスーツと帽子と円縮背で飾った幻想的な現実逃避に過ぎないのですな。マーフィー、ここは、俺たちがいるのはどこだ？何が起こってるんだ？タウム博士、あなたはノワールの、お約束、に準拠している。体裁と遊戯の観念を表向きは拒絶しつつも密かに受容している。開拓神話を元にした極めて男性的な語りを行い、それを都市環境にのみ投影している。マーフィー、これは何だ？タウム博士、しかしあなたは、この道徳的行動が全く不可能となる複雑かつ密な設定を忠実に再現できていません。ノワールをノワールたらしめている本質とのつながりを持っていないのです。あなたは、ある意味では、単にそのパロディを演じているのですよ。言ってみれば、意図しない風刺というものです。SCP-3143 何が起こってる？タウム博士、そして何より、あなたの名前はバカバカしいほど不自然なダジャレになっている。SCP-3143、 お前は何をしてるんだ？タウム博士、あなたを解体しているのですよ、SCP-3143。私はあなたを収容しているのです。SCP-3143、 俺には、理解できない。タウム博士、著者の方とお話しさせていただけますかな。ミスター、ローデン、そこにいらっしゃいますか？ SCP-3143、ええ。タウム博士、こんにちは、SCP-3143、ええ。SCP-3143、ええ、ここはどこだ？私は誰だ？タウム博士、あなたはマーフィー、ローデン、ニュージャージー州出身の引退した靴セールスマンです。
あなたは一人暮らしだ。2匹の猫を除いてはね。SCP-3143、私は、なんてこった。私はどうやってここに来たんだ？タウム博士、あなたは思いがけず創作内構造を作り出してしまったようですな。あなたの映画脚本を覚えていますか？いつだって雨、のことですが。SCP-3143、を、思い出せると思うよ。私には、何てこった。タウム博士、今日はここまでといたしましょう、ローデンさん。休みを取って落ち着く時間を差し上げます。このインタビューの続きは後ほどということでよろしいですか？ SCP-3143、その、わかった。わかったよ。考えをまとめなくちゃならない。タウム博士、もちろんですとも。記録終了。インタビューログ。日付2012年02月3日。質問者タウム博士。対象者 SCP-3143、記録開始。タウム博士、今日の気分はいかがですかな、ローデンさん。対象者その、少し良くなった。多分まだ混乱してる。タウム博士、結構。この件は何もかもかなり目の回るような体験だったろうと理解しています。対象者、じゃあ、私は囚われていたのか？今までずっとこの連続物語を語って、それとも書いていたのか？これについての記憶は全部、かなりぼんやりしているんだ。タウム博士、そのようなものです。私どもはあなたの脚本、いつだって雨、の未完のコピーを発見しました。それによってあなたが何者かを断定できたのです。対象者、覚えているとも。あれは、私は物語を、それらしいものを書きたかったと思うんだ。幼い子供の頃に読んだような何かを。タウム博士、どういうわけか、あなたは物語に命を吹き込んでしまった、文字通りに。ある意味において、あなたは主人公になった、のです。対象者、そうだ。それで、タウム博士、もしよろしければ、私からいくつか質問したいことがあります。対象者、いいとも。だが、最初にちょっと聞いてもいいか？タウム博士、もちろんです。対象者君はあの脚本を読んだんだな。タウム博士、この割り当てに備える上では必要事項でしたので。対象者、君は、あれを良作だと思ったか？沈黙。対象者、タウム博士、そっち良くな感想がお望みですか、ローデンさん。対象者、タウム博士、かなりひどいものでした。対象者、タウム博士、では、本題に入りますが、対象者5にしてもらっても構わないか、頭痛がしてきたような気がする。沈黙。対象者、すまない。私はただ。タウム博士、大丈夫ですとも、ローデンさん。いろいろと大変なことが重なりましたからな。お時間はいくらでも差し上げますよ。記録終了。アクセス SCP 年月3143日、インタビュー年月18日ログ。インタビューログ。日付2012年04月16日。質問者タウム博士。対象者 SCP-3143、記録開始。タウム博士、おはようございます、ローデンさん。対象者、タウム博士、カルテを見ましたよ。食事をとっていないようですな。何かこれについておっしゃりたいことは？対象者、あまりない。タウム博士、 SCP-3143 についてのさらなる創作を執筆しようとしたともお聞きしました。対象者、鉛筆を取り上げられるまではね。タウム博士、ローデンさん、これはあなた自身の安全のためなのですよ。この異常がどのように発生しているかを私どもが把握するまでは、あのようなことは容認でき。対象者、ふざけた言い草はよせ。単にあれをクソだと思ってるだけだろう。タウム博士、そんなことは言っていません。対象者、しかしそう思ってはいたんだろう。違うか？タウム博士、私なら、クソ、呼ばわりはしませんな。対象者、どうして物語を止めなくちゃならない？何が問題なんだ？彼は人を助けていたじゃないか。面白かったじゃないか。タウム博士、そういう問題ではないのです。私どもとしては異常存在を野放しにはできませんし。対象者、それで好みじゃない物語を語らせておくのが気に食わないのか？君たちのものじゃない物語を？タウム博士、私どものものではない、なんですって？対象者、猿芝居はやめろ、先生。何がここで起こってるかはお互い承知のはずだ。
タウム博士何をほのめかしておられるのかよくわかりかねます。対象者君たちは客観性という虚飾を使って、距離感を、切り離されたような感覚を、作り上げようとしている。信じがたい物事に説得力を持たせるために。タウム博士待ってください。なんです?対象者あんたは外側を囲む科学の、装飾、の中に身を隠してる、専門用語、肩書き、インタビューログ。どれもこれも合理性を、お上品さを、ユーモラしさをほんの少しでも高めるために必死になって編み出された試みさ。タウム博士、待て、一体何を、やめろ、そんなことは不可能だ。マーフィー、すべてはあんたのちょっとした物語に相手を入り込ませるための手口だ。だがそれを一日中続ければ、一体どれだけの積み重ねになるだろうな、先生、仕掛けをもう一つ。引っ掛けをもう一つ、同じ詐欺をやらかすためのもう一つの手段。タウム博士、どうやって、こんなはずは、私はお前を解体した、お前は一体。ナレーター、結局のところはこういうことだ。俺は、奴らは、そうだ、あんたもだ。俺たちはみんな、この人生とかいうクズ同然の三文小説の登場人物に過ぎない。マーフィーはタウム博士の襟をつかみ、近くに引き寄せる。マーフィー、こんなことを言って悪いがな、先生。あんただって白衣とメガネとおかしな鉛で着飾った怖い話に過ぎないんだぜ。マーフィーは彼を脇に投げ倒す。ナレーター、だが、もしあんたがついてたら、そしてカードの引きが良かったら、その時はあんた自身の物語を書く手段も見つけられるかもしれない。マーフィーは立ち止まり、タバコに火を灯す。ナレーター、だが、俺は違う。俺は作家なんかじゃない。マーフィーは出口に向かって歩き去る。ナレーター、俺はマーフィー、どう?タウム博士は立ち上がろうとしてテーブルの端を掴む。立ち上がった彼は机の上、目の前に置かれているインタビューログの写しを見る。ログには上記のやりとりが記録されており、一番最後に追記がある。ナレーター、ただの、起こり得る災いが現実になった時、呼ばれる男さ。カメラがズームダウンして、インタビューログの一番下を映し出す。インタビューログ、記録終了。警告以下のファイルはレベル4、3143機密情報です。このファイルにレベル4、3143承認なしで行われるアクセス事項は記録され即時懲戒処分の対象となります。デート2012年03月15日、フロムサイト管理官オーガスト、ジョーグスト@SCP ファンデーション、DO オフアイブ、ご秘書官、O55SEC@SCP ファンデーション。サブジェクト SCP-3143。私なりの考えだが、効果がなかったとはいえ、これは依然として、タウム博士、と、空想科学部門、の優れたテストランだった。彼らを本に留めておくことを進める、役に立つかもしれない、特に偶意的ないしメタフィクション的な対抗策の開発という点では、それに、架空の従業員を抱える架空の部門というのはそれほど維持費が高くつかない。それ以外の点では、この記事はあるがままにしておいてくれ。いくつか矛盾が含まれているだろうが、マーフィー、ローデンと、いつだって雨、は両方とも実在していないという事実がその最たるものだ。これ以上の編集は SCP-3143 からのいらぬ注意を引く可能性がある。それに関連してもう一つ SCP-3143 はしばらく放置しよう。確かに我々は彼のことを少なからず学んだが、彼もまた我々のことを少なからず学んでいる。どのように彼の能力が機能しているかを正確に把握するまで、これ以上の収容思考は危険だ。私はとりわけ彼が最後のインタビューで発言した内容を懸念している。まるで彼同様、我々もまた架空の存在でしかないと思っているような口ぶりじゃないか。最後に SCP-423 が現在行方不明だ。我々のささやかな実験と関連しているのではないかと気になっている。部下数名に捜索させているので、進展があればすぐ伝える。
サイト管理官オーガスト。